で今から取りに行くんじゃとかってまた後でアップしますっつってそれが最後だったと思う、うんうん、今なくなった話で思い出したんだけど全然飛ぶんじゃけどピジョンくんっておったじゃん、うん、ピジョンくんっていうのがおったじゃん ピジョンくん、うん、ピジョンくんっていうのがクリスマスだけど12月25日かなんかに亡くなっとったんだけど、うん、ずっとそのままそこあの生きているんだよ未だに、うん、あの、うん、あのホームページはだからああの誰かキノピーが管理しておるんだけど、うん、亡くなったこと知らんけ12月25日に亡くなったんだけど1月1日に行ったおめでとうおめでとうって書き込んであれがコメントに雨、うん、が痛々しゅうてねそれを思い出したら、うん、ほんまほんまそうそうなんでいつから知っとったんですひろし会うたことはないめっちゃない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 、うんなあよう考えたらネット上でね、うん、知っとってもほんまに会うた人って少ないけどね、うん、主要人なんかはね、うん、大昔から名前だけ知っとるのねそうですそうよほんまほんまみんなねあんまり出てない今頃名前だけ知って伝説の人になっとるだけそうそうねもう死んだんじゃないかそう言われとるの主要人だから伝説の人いやほんまほんま、うん塩爺、あの本は何冊ぐらい売れたんですか。あれほぼ今も在庫なくなったからほぼ完売、うん、私手元に今は3冊ぐらいしかない。いや、儲かった。いや、トンもトンと全部寝てもトントン。ほら、ピー言うたのはこれじゃったんじゃ。かわいい子がっち、あ、おとさんがハックスだったあ、ほんまじゃ、ね、誕生日じゃっけウイッチの15歳の誕生日じゃっけ一人ぼっちの留守番がかわいそうこれアップしましょうかお父さんのあ、そうですねいいですはい、いいですよはい、いいですこれがちょっと裏があれで大変申し訳ないからこうやってだからね、こがっち最近月に1回ぐらいしかブログ書かんけど、はい、長いよね長い、ブログ歴は長い長いもんね白爺は逃げてったけどねいや、残っとる、うん、残っとるけど、あのランキングから逃げてたけど、ね、あの、コガッチはしつこ追ってくれるけどランキングはねそうそう前なんか元々の人っていうのはそんなにもうなんかこう、代替わりしたみたい、うん、でも、河野先生とかヒットの人最初から追ってなかったよね河野先生最初追ってなかったそうそう最初一番最初の頃おったのはね、うん、塩爺さんととあの人の旦那を取る飲み屋のママ雑草の女とかいうのおったよねあのご主人いただきますわよみたいな書きおった私その頃おらんかったって読んでないあの人も本を出したよね、うん、一番最初にあの人のブログが本になったんだけどその次塩爺で、うん、で塩爺のが本になったんです中国新聞に乗り出した時にある方が、うん、なんでお前のが乗るんやみたいなことを書いた知ったでよ俺でちょっと言い争いみたいになっとって、うん、俺が売り込んだわけじゃないんじゃけんみたいな向こうが乗せてくれみたいな覚えとってないですよ。だってもうそれはブログ変わっちゃったですよね。なんかなくなってからあの時もあだらこうだいてねえ長いっけ。ブログ名古屋とかねよう炎上するんじゃ。俺3回炎上したけどね。そうそうそうやめとってねえ。ほんまあれをなんかやっぱりいろんなことを書いたらでも私みたいにぽやーっとしたのじゃったら続くねえ、うん。そう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 。そう俺が一番最初に炎上したのはね、うん、あの、うん、まあ、ええわ。なんでもうだからね、子殺しが流行った時があったでしょ。あの、自分の子供を殺す人が続いたことがあるじゃないですか。あの、鈴鹿じゃない、なんとか。おお、おったおったおった。ね、おったね。アパートで自分の子供を殺しとったお母さんとかそんなのが続いた時になんかこうテレビでね、うん、まあ
あるコメンテーターが言うた言葉が気に入ったけ、それをそのままブログで書いたらね、うん、むっちゃくちゃね、うわーって言うてくるおばんごってね、あーめんどくさい思って、最初のうちはこうコメント返しよったんだけど、あーめんどくさいで切ってしまうんだ。へぇー。その頃私は知らんのかね。多分ね。よそのブログなんか見る余裕なかったと思って自分が何書くか知らない。そうなんだ。あのなんていうのかな、あのまあそのことについてね、そのまあやめとけやむ言えん言えん、あのここでは言えん、あの世界中に流れるそうなんじゃ。でも小ガッチョ知らんかったっけどね、俺。え？知らんかった。ずっと小ガッチョだった名前。うん。ブログ始めた時からはずっと。うん、ずっと小ガッチョ。広島ブログでいろいろ出てたんですよ。私途中4年ぐらい前に途中から入ったけど全然知らないんですよ。5年ぐらい。あの頃キノピーさん持ちゃった、ね。いやキノピーは、ね、キノピーはね、うん、一番スターじゃった。あの雑誌に載ったりね、あブログで、ブログの先生みたいなんで、それになろうちゃったの、なろうというかあいつは先生言うとわしゃ嫌いじゃないけどそう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 、昨日言ったあの塩爺にブログを書かせたな俺じゃとか、はい、で雑誌でブログいうもんがあるんだけど松本由紀子だっけだ、由美子だ、由美子がブログを始めるっていうので一からあのパソコンの使い方から押し寄るのが何ページかに雑誌に載ったよね、キノピーが。へー、そうなん、キノピースターだった。そうなん、うん、そうなん、みんなこうだけど6年前からもっとだと思うけどね、うん、もっともっと、うん、もう7年、西条の店が出てくる。じゃあ今はやっぱりブログは、私はねブログとか今フェイスブックとかツイッターとかあるけど、あのフェイスブックなんかこう流れていくじゃないですか、次からやっぱりブログっていうのは残っていくじゃないですか、いくらつまらんあれでも自分が思うこうあの写真が見たいと時こう見られるじゃないですか。フェイスブックっていうのはそういうのがなくてこう嘘字書いとっても流れていくほっとかれるんだけどフェイスブックは戻ってなあね、俺ブログ1年もか遡れっていうねついこの前あの1月に英雄で1回消しとるけその前も2年ぐらい前だし、大体 2,3 年で1回英雄で消してしまうけどうなんですかね、ブログとフェイスブックと、今フェイスブックです、あんまり今忙しいからもうブログ書く余裕、心の余裕がない、ね、うん、仕事がもうこの1週間ずっと週何回通う、今日初めて広島おる。何をしおるんです、何をしおるって先生な、講師、あーそうなんだ、あの前は印刷屋さんっていうか、あの広告屋さんっていうか、広告屋さんをやめちゃねなんですよね、うん、それで今は講師をしよう、何の講師、ブログの講師介護の子、塩尻節、塩尻節、そうかそうか、いいですよね、ずっと全国飛び回ってるんです、いやいや、ほとんど廿日市から週の廿日市から広島みたいな、へー、塩尻文学部です、そうです、ね、うん、それだけあのね、お弟子さんごってですよね、ああ、そうですよね、そうそう、塩尻っておいくつなんです、うん、おいくつなんです、私、うん、63、63、大下英二は何本ぐらいですか、あれはもっと上、もっと上なんですか、うん、あの人も文学部ですよね、うん、広大 の、 あの梶山俊之の、うん、弟子、いわゆるトップ屋さんの、うん、流れ、大下英二ってすごいよね、あの電気も書かせたら日本で一番だと思う、電気っていうかあの電気を、美空ひばりも田中角栄もあの人が書いてるんだけど、あの人ね高校ねすごいの、あんまりここで言っちゃうようなんかしないけど、あの
今でいう瀬戸内、昔の抹消ナイン、それから広田にとって、そう、まあ今、昔は勉強する専科ったら高校の時にね、でもちゃんと勉強したら、昔はこう幅がありましたよね、勉強したらできる、今なんかこう肩にはめられたみたいな感じで、だから、あの、なんかで読んだことあるんだけど、ずっとその松本商業 あの文芸部の部室で本をずっと読んでたんですよ。だから本ばっかり読みだった。今松、ま、抹消が瀬戸内、うん、瀬戸内って男女共今はね、なんか桜になった、うん、あのね、あれ何の瀬戸内高校があって、女子の方は第一女子賞っていう、うんうん、第一女子賞を桜ヶ丘っていう名前です、うん、だから第一女子賞っていうのは瀬戸内女子部じゃないですか、うん、はい、で瀬戸内は男子校、うん、それがね両方がね共学になっとる、ややこしいよね。え、じゃあ桜ヶ丘も第一女子、え、じゃあ瀬戸内、ね、男子がおるの、桜ヶ丘もは男女共学、え、瀬戸内も男女共学、2つ学校があるけど、うん、もともと1つだったんだけど、こう分かれて男子校女子校って分かれたんだけど、両方が男女共学になった、ま、たああ、そうそう、ややこしい。まあ、小勝ちの話をせんじゃん。そうそうそう、小勝ちはね、船入り高校、船入り高校、一条よ。え、小勝ちは広島の人なん？そうよ。そう、え、ザレオさんって私 どこからかからこう来ちゃったんかと思っとったら、そうなんですか。元々はどう違うんだ。元々は生まれは大阪、うん、ああ、ちょっとね、広島の人とちょっと古い感じ。いつ広島来たんですか。3歳ぐらい。でも広島じゃん。そう、おと、親、ご両親は広島ではない、うん、らしい、らしい。おかんはあの大阪の人。ああ、お父さんは、お父さんは広島で生まれたのかな、うん、広島で育っとってました。交互中とか言ってた、うん、この近所じゃん、うん、交互中で船入高校、うん、お父さんもそう、へえ、お父さんの時代に行っとった制服と同じ制服を、うんうん、黒のやつ、うん、ダサいやつ、今も同じよ。え、船入り今も同じじゃない、黒の上下でしょ、黒のダッサイの、そうそう、多分今も同じ。でもね、制服はね、変わらん方がいいでしょ。あの、国体寺も変わってないし、南も変わってないよね。南もダッサイセーラー服、南行きたかったセーラー服、うん、でもこれ私見えるし、南のセーラー服はいい、ちょっとね、地味よね。そう、地味、セーラー服ってみんな同じじゃない、うん、違う違う、セーラー服じゃない、海田高校と南がセーラー、あのと祇園と肘山がセーラー服で、祇園肘山は胸当てがあるんですよ。そう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 、で南と海田高校には胸当てがないけね、男がドキドキするよね。エロいエロい、エロいエロい、ほんま。あの幼い子はいいけど、ちょっとこう発達しすぎた子はもう大変よね、はちきれんばかり。そうそう、それが見えるけね、こっから。制服をそんなにあの眺めたことはないけど、違いがようわからんけど。そう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 、制服がね変わるとね、なんかね、俺は変わってないけど、がっかりくるみたいよ。あ、そう、うん、だって今だ俺ら高校卒業して40年近く経つけど、あの制服見たら嬉しいもん。あ、同じ同じの着たと思うもんね。思わん、思わんけど、あ、もう飛んでてかわいそう。そうそう、まだ変わらんのダッサいわ、冬寒うて夏は暑かろうにって思う。あ、そうなんじゃ。そう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 、うん、船入り高校って言ったら吹奏楽が強かった。演劇じゃん。演劇も今強い。あ、そういえば今日船入り高校のお客さんが西条の店に来てから、あの兄弟受けたいよって。兄弟今の清水さんは広島の方だよね。僕は北九州、北九州から広島に来て根を下ろしちゃった。その学生運動しちゃった。学生運動、そうそう。マドンナが河野先生じゃんっていつも言っちゃったもんね。そう、同い年なんですよ、河野先生。2つ上、河野先生の方か。へぇ、あ、そうなんじゃ、うん、若いね、河野先生。それはない、わしのが老けて見える、女の人、ね、若く見えますよね、年取ったらね、うん、
そうなんだ、うん、学生時代口なんか聞いてもらえんかったんです。あ、そんなに困難だったんですか。前もなんかで言っちゃったよね、口も聞いてもらえんかった、ね、そうそうそう、そんなことはない。ジャンヌ・ダルクだった。ジャンヌ・ダルクってナイチンゲールで、ナイチンゲール、ゲバルト・ローザ、ゲバルト・ローザで、この先生演劇部だったんだ。そうだ ね、そうそう、高校のクラブはしょったんです。ああ、所属は剣道部じゃバドミントン。入るじゃない。で、うん、行ったのは入部の時と、うん、追い出し会とか3回ぐらいしか行った。でも小鉢のバドミントン行くよとか言って、こんな感じじゃないあのやつにかシュッてやる。でもバドミントン本当はね、すごいスポーツだ。一番速いらしいですよね、あのスチールでカメラでね、うん、あの初速を取ったらバドミントンだけ取れない。バレーとかね、野球とかに全部まあ取れるんだけど、あの羽打った瞬間ね、羽落ちらん。あの大学の学校案内通るんで、各あのスポーツ部を全部取ってもらったら、あれだけ取れない。あの金石の嫁さんと同じだったかいね、バドミントンの。はい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 、金石ってカープにおったんがおるじゃないですか。あれの嫁さん世界チャンピオンだったじゃないですか、あのバドミントンで。あ、名前忘れたよ。なんと緑さんじゃなくて、あの人がね、公園に来たことがあるんですよ、うん、あので、私は喋るのが下手なんで、あのバドミントン部の人みんな舞台の上に上がっておいでって、バドミントンしようとかって言って、本人スカートで、あの上履きのスリッパ履いとるのに、男子高校生がチンチン言わされおったっけね。そんな、やっぱすごいんだよ、元世界チャンピオンはすごいんじゃのって、あの腕に自信のあるバドミントン部男子が出てくわけよ。うんうん、顔が浮かんどるのに。お好み焼きそうらしいよ。